ょっと皆さん気づいてない人が多いと思うんで言うんですけど、もう3月ですよ、3月。この前まで1月だったのにね。3月といえば何の季節か分かりますか、皆さん。そう、確定申告の季節です。学生さんからすればね、3月は卒業式とか春休みとかね、言う人が多いと思うんですけど、やっぱり僕たち社会人、特に個人事業主たちからすれば、確定申告の時期なんですよ、今は。だから本当に税金関係めんどくさくてね、だるいなって時期なんで、優しく接してほしいんですけど、昨今ね、政府の裏金問題とかね、いろいろ言われてますから。政府は税金ちゃんとしてないくせに、なんか俺たちにだけさ、納税しろみたいな感じで言ってさ、それずるくないみたいな。確かに僕もそれってどうなのって思ったんでね、今度キッシーに相談しに行こうと思います。今回の小難しい話を終えて、本日やっていくのは、学生の1週間の過ごし方をプレゼンしてみよう。土日は部活も課題も配信しろ。ちょっとね、学生と社会人どっちが辛いのか問題みたいなやつがね、世の中はびこってると思うんですけど、学生さんはね、人によってはなんか早く大人になってお金を稼ぎたいわみたいな感じで思う人もいるし、逆に社会人は学生の頃楽だったな、戻りたいなとかいう人も多いじゃないですか。ぶっちゃけね、その社会人がそう言うんだったら、社会人もどっちも経験してるわけだから、学生の方が楽なのかなとかも思うんですけど、多分そう言ってる社会人の人たちも、学生に戻ったら戻ったで、社会人が良かったなとか言い出しますからね。確かに労働とか、自分の時間が作れないって面に関しては、社会人の方がきついなと思うんですけど、学生さんは学生さんでさ、人間関係とかすごくだるいじゃん。好きな人がどうのこうのとか、あいつ嫌いなんだよねとか、そういうのが青春なんだけどね。ただ人間関係だるいよねって話をすると、どっちもどっちできついよねって感じの話をしたいわけなんですけど、今回はね、学生さんの気持ちとか、きつさっていうのはね、曜日によって変わってきたりもすると思うんで、そこをね、各曜日ごとに本気でプレゼンすることによって、学生さんは今の大切さ、そして社会人は学生の辛さをね、理解してもらおうっていうね、素晴らしいな。ということで、やっていこうと思います。まず最初はやっぱり、月曜日。これに関しては社会人も学生もね、全然変わらないと思うんですけど、朝は鬱状態です。これから始まる1週間のことを考えて、もう鬱状態になるから、もう金曜日のことをひたすら考えてます。金曜日のこととか、なんか楽しいことを考えないと、もうやってられません。そんで朝起きると、お母さんかお父さんがね、テレビ番組を流してるんですけど、その時に大概にとか、ジップ派か目覚ましテレビ派かに分かれるんですね。もうそのね、ジップとか目覚ましテレビ見てると、もうすごくイライラするね。うわ、なんかまた始まったよな、おはようございますみたいな感じになるんですよ。これを見ることによって、なんかね、月曜日をすごく実感させられるんですよね。で、僕は今はジップを見てるんですけど、子供の頃は目覚ましテレビ派だったんですね。そんで目覚ましテレビの占いを見てから、出社というか、学校に行くわけなんですけど、そのちょうど学校に行くぐらいの時間で、なんか朝のテーマソングみたいなやつが流れるんですね。今でもなんかね、テーマソングとか決めて流してると思うんですけど、そのテーマソングがね、僕めちゃくちゃ嫌いになるんですね。これを聞くたびになんか学校に行かないといけないみたいな感じになるから、すごく嫌いでしたね。あと普通にスマホのアラーム音とかもめちゃくちゃ嫌いになるね。あれね、その朝のアラームで好きな歌とか設定せん方がいいと思います。嫌いになるから。そんな月曜日は仮病を使う人が多い曜日ランキング第1位です。土日って休んだと、月曜すごく辛いからね、それ休むよね。ただここ休んじゃうと火曜日ね、さらに行きづらくなるからね、あんま仮病は使わない方がいいと思いますけどね。仮病を使ってみる昼なんですとかってめちゃくちゃ最高なんですよ。めちゃくちゃ最高なんだけど、昼なんです終わって夕暮れ時ぐらいになってくると寂しくなってくるから、寂しさと罪悪感と明日行かないといけないという、なんか虚無感になるから。あとね、これ月曜日なんですけど、なんか心なしかね、その時間割もすごくだるいんですよ。登校して一発目から数学ですみたいな。そんで午前中は数学、国語、理科、社会みたいな5教科攻めされるみたいな。月曜日一発目からそれさすがにセンスないって考えた人。というセンスのなさがやっぱ月曜日をさらにね、嫌われ者にしてるんじゃないかなって僕は思いますけどね。だから月曜日ってめちゃくちゃ行くのだるいじゃないですか。もうベッドから出るのすごく辛いじゃないですか。うわー、辛いなーって思いながらも頑張って学校行くんですよ。そしたら案外楽しいんですよね。あれ、なんか今日来てよかったなみたいな、そんな感じの気持ちにさせてくれるのが月曜日です。ってことで続いていきましょう。火曜日、なんでかわからんけど、その月曜日よりもだるく感じない？普通に考えたらなんかね、休み明けの月曜日の方が一番だるいって感じるんじゃないかなって思うと思うんですよ。でも月曜日ってやっぱ週の初めだから、ちょっと気合い入れるし、案外行ってみたら楽しいっていうのがあるから救いがあるんですよ。でも火曜ってね、逆にちょっと慣れてきたっていうのもあって、もう月曜日だるく感じるんですね。そう、この休み明けでもないくせに残り4日もあるって、もう救いがないじゃん。月曜はまだ休み明けだからね、なんとかなるんですけども、火曜は本当にもう救いようがないね。ただこれは完全に偏見なんですけど、僕の通ってた学校の場合はその時間割がね、割と楽なパターンが多かったんですよ。だから火曜は案外時間割楽だなみたいな感じで思ってたんですけど、でもその分ね、なんでか分からんけどね、火曜日に全校長会があったんですよ。もう全部チャラ。全校長会ってもうめちゃくちゃだるいじゃないですか。あれ、体育館にバーンって集められてさ、校長先生の身のないなんか無駄分だと長い話をさ聞かされるわけでしょ。そんで校長先生の話が終わって、いらっしゃ帰れると思ったらさ、なんか生活指導の先生ですよ。生活指導の先生がマイクいりますか、ああマイクなくて大丈夫ですみたいな感じで大声でさ話されるわけでしょ。朝からさ、熱量は本当に辛いんですよ。学校の周辺に不審者が出たらしいけんな、お前ら気をつけんばぞみたいな。それは気をつけます。学校の周辺で変な紙を配りおるおばさんのおるけん、それは受け取らないようにせんばぞって受け取るんですけどね、僕。そんな感じでね、あんまり火曜日救いようがないなって思うんですけど、唯一の救いは好きな人と会えることかな。好きな人がいればなんかね、学校も辛くないよね。それで続いていきましょう。水曜日、折り返し地点、逆にテンションが上がってくる。多分分かる人いると思うんですけどね、なんかもう完全に俺のド偏見プレゼンなんですけど、水曜日ってね、なんかちょうど中間地点っていうのもあって、なんか逆にテンション上がってくるんですよ。ランナーズハイみたいな感じになってくるんですよ。プロ選手よりのゾーンに入ったみたいな。なんかもうここまで来ると逆にテンション上がってくるぞみたいな、強敵に出会ったサイヤ人みたいな感じになってくる。だし僕はね、前まで週刊少年マガジンを読んでたんですよ。で、そのマガジンが水曜日に発売日だから、水曜日はすごく好きでしたね。だからもうこうやって学校側からね、洗脳されていくんだろうなって僕は思いますけどね。ということで続いていきましょう。木曜日、うわ明日
もあるやん。だるすぎ。水曜日はね、まだ謎のテンションに乗り切れるんだけど、木曜日ってなんかまただるくなってくるんだよね。本当にこの感じ、ゴールが見えたんだけど、遠すぎてまだ辛いよ、みたいな。ゴールが見えてなかったら逆になんか闘争心湧いてくるんですけど、逆にそのゴールが見えたんだけど、地平線の彼方とかだったらさ、逆にテンション落ちてくるんですよ。待って、ゴールまだあんな遠いやん。うわ、逆にきついわ、みたいな感じになってくるんですよ。24時間テレビで言ったら、もうさらいどころが負けないでもまたギリ流れてないなぐらいの距離なんですよ。だから個人的に木曜日ね、その火曜日の次に救いようがねえなって僕は思ってますけどね。でまあなんとなくなんだけど、その火曜と木曜で大嫌いとまでは言わんけど、パッとしないからね、好きな人もいなさそう。月曜はね、もう振り切っちゃってるから大嫌いって人もいるんですよ。でもなんか火曜と木曜ってちょっと中途半端じゃん、言ってしまうと。だからまあ火曜とか木曜が一番大好きですって言ったらね、そんないないんじゃないでしょうか。だがしかし、火曜と木曜が部活休みですよみたいな人とかのその一部の層からは人気だよね。僕も小学生の頃火曜と木曜が剣道休みだったんで、すごく好きでした。ってことで続いていきましょう。金曜日勝ちを確信します。朝も目覚めがいいよね。なんか今までにくかったジップとか目覚ましテレビもね、僕たちを応援してくれてます。なんか心なしかね、そのテレビで見るミトちゃんとかもね、なんかいつもいる笑顔だなって思いますけどね。とはいえね、まあその午前中はね、少々だるいんですよ。言うてまだ授業いっぱい残ってるけんね、そのちょっとだるいな、なんか急に方言出てごめんね。言うてその授業がいっぱい残ってるから、その少々だるいなって思うんですよ。ただその分でも、それが終わった後の夕方から夜にかけてもえぐい解放感やから、これはもう社会人も一緒やから、もうこの時の解放感素晴らしいよね。なんなら1週間の中で一番好きな時間かもしれん、金曜の夜。よっしゃ、まだ土曜もあるし、そんなの日曜だってあるぞみたいな感じでさ、えぐいやん、解放感。そうやってのに解き放たれたヤリーラフィーたちが僕はすごく嫌いなんですけど、ぶっちゃけ僕予備感覚とか完全狂ってるんで、いつでも遊びに行けるんですよ。ただまあ僕の友達とかが基本週末休みだからここに合わせるんですけど、ヤリーラフィーというかまあノザルがさ、なんか普通にさ街を怪我していくじゃないですか。渋谷とか新宿のさ朝方の街見てみ、めちゃくちゃ汚いから、その感じがね、あ、金曜来たなって感じで逆に良かったりもするんですけど。でそんなね、みんな大好き金曜日って感じなんですけど、好きな人がいる脳内お花畑野郎だけはなんか元気がないです。なんか土日好きな人と会えないから元気ないのかな、ちょっとよく分からんけど、なんか元気ないです。土日会えなくて辛いんだったら、まあ普通に LINE すればいいんじゃないかなって思いますけどね。LINE もできないんでしょうね。普通に木曜とか金曜にね、土日一緒に遊び行こうみたいな感じで誘えばいいんじゃないかなって思いますけどね。そんなこともできないんだ。僕も全然できません。あとはその土日まるまる部活の野球部等も笑ってません。なんなら俺たち学校あった方が楽なんやけどみたいな感じの顔してますわ。まあ上手くなるためにはしゃあないなって思いますけど、その土日のどっちかぐらいはね、休ませてあげてほしいですけどね。ここで休ませて外に遊びに行かせないから、その野球部のファッションセンスはダサいみたいな感じで言われてるんですよね。ということで、もういいと思うんで、続いていきましょう。土曜日。まずね、絶対条件として前日夜更かしをしたせいで昼頃に起きます。金曜日学校とか社会から解放されたのが嬉しすぎて、もう絶対夜更かしするんですよ。まあ飲み行ったりとかゲームしたりとか人それぞれですけど、絶対夜更かしするんですよ。まあ予定がある人はちゃんと金曜日帰ってその土曜日に備えるとかしますけど、まあ仮に昼頃に起きちゃったとしても、まあまだ明日もあるし余裕余裕、日曜も休みだし、なんなら二度寝かましちゃおうかなみたいな。だからまあ土曜日が一番好きっていう人もね、多いんじゃないでしょうか。ただここでまた再登場するんですけど、脳内お花畑、恋する脳内お花畑に関しては、好きな人に送る LINE の文章を考えて一日が終わります。好きな人に連絡したいな、でも緊張するな、連絡したい緊張するって感じで、LINE を打っては消しを繰り返して一日が終わります。こんな無駄な土曜日の使い方あるかって感じですよね。でまあそれが青春なんだぜ。あとまあその一日中ね、家で過ごしちゃった人たちは虚無感を覚えます。特に遊びに誘ってくれる人もいないし、なんかすることもないしみたいな人はね、虚無感を覚えます。もう土曜日が終わっちゃったよみたいな感じでね、ちょっとずつ月曜日がノリによぎってきます。だから本当にね、遊びに誘われるのを待つんじゃなくて、自分から誘えよって話ですよ。で続いていきましょう。日曜日、午前中まだ半日あると現実逃避をする。まあ朝の9時とか10時くらいに起きるんですけど、大丈夫、まだ昼もあるし夕方もあるし、なんなら夜もあるって感じで現実逃避をします。まだ12時間以上あるじゃん、余裕余裕みたいな感じでね、ちょっとだけ心を晴れバレです。だがしかし夕暮れ時、時の流れに理不尽さを感じる。あれ待って、さっきまで朝やったやんみたいな感じになるんですよ。なんか学校の時より時間の流れ進むのめちゃくちゃ早くないみたいな。なんかいつもより時間の流れ3倍4倍くらい早くないみたいな。安心してください、時間は平等です。ただまあまだ夜もあるしね、大丈夫かなみたいな感じで思うんですよ。そうやってね、頑張って現実逃避してたらね、サザエさんの声が聞こえてきて、絶望します。サザエでございますって聞いたら、もう絶望します。うわ、またこの時間が来たよっつって、なんかサザエさん1週間に3回くらい流れてないみたいな感じの時間の流れの速さを感じます。それでサザエさんは見て絶望した後に、明日休む決意をします。5日頑張った疲れってなんか2日じゃ取れないんですね。というかまあ逆に2日休んじゃったせいで、体がだれるんですね。だからまあとりあえずここでね、明日休む決意させていただくんですけど、それだけじゃダメです。親もね、理由がないと休ませてくれないんですよ、学校って。だからまあ大概の人は仮病を使うと思うんですけど、いつならさ急にね、ちょっと具合悪いわとか言ってもね、あんま信じてもらえないんですよ。だからその日曜日の夜ぐらいからもう咳をし始めて、ちょっとね、伏線を張っときますね。あれなんかちょっと咳が出るわみたいな感じで日曜から言っとくんですよ。それで朝起きたら、うわなんか体調悪いわみたいな感じで言ったら、親も信じてくれますから。この伏線を張っとくのと張っとかないのも全然違うから、ね、ただねまあ毎週これを使えるわけじゃないからね、すごくだるいんですよ月曜日やっぱり。まあだるいなだるいなって思ってると、たまに現れる救世主がいるんですよ。皆さんもご存知ですよね。そう、
祝日です。こういう祝日があるから月曜は嫌いになれんのや。ということでね、学生の1週間の気持ちの変化を本気でプレゼンしてみたでした。まあ、これ作ってて思ったのがさ、その普通に学生も社会人も偉すぎるなって。俺も毎日家でさ、カタ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 やってるだけだから、そのすごいなって思って。僕はさ、そのカタ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 やってるだけでさ、何の社会貢献してないからね。だからこれ本当に皮肉とかじゃなくて、普通にね、社会人とか、まあ学生さんとかもね、本当にすごいなって思ったんですよ。だからこれ、その本当に何が言いたいかっていうと、大谷翔平さん結婚おめでとうございます。